仙北ニュータウンは大阪府堺市南区南部及び、泉市東部の丘陵地帯に大阪府が計画、建設したニュータウン。大阪府の仙北丘陵住宅地区開発事業によって計画され、事業期間は1965年12月から1983年3月まで、町開きは1967年12月、開発面積は 1> 約1557ヘクタール、計画個数は約5万4000個、計画人口は約18万人。2020年12月時点で約5万6100世帯、約11万8200人が居住する。石津川と和田川が形成する2つの新職国によって、千北丘陵が3つにダイされるため、千北ニュータウンは泉ヶ丘、津が、 光明池の3地区で構成されており、各地区に、仙北高速鉄道線の泉川丘駅、津賀三北駅、光明池駅が設置されている。堺地域における、居住区はすべて同市南区に属し、大阪府道208号堺仙北、環状線以北のごく一部だけ同市中区に属している。泉地域は同市伏谷町、室堂町のそれぞれ東端部に限られる。 なお、泉川丘地区の東に隣接する、鞘山ニュータウン、光明池地区の南に隣接する泉市光明台、水木台、仙北高速鉄道線の泉中央駅が設置されている牧尾川伊勢のトリベール泉は、仙北ニュータウンには含まれない。地里ニュータウンの開発経験を踏まえて、石津川、和田川沿いの集落や水田は、当初から保全の方針が取られ、 泉ヶ丘地区の丘陵上に位置する高蔵寺の集落と津賀地区の丘陵上に位置する日本式物団地も計画地域からは除外された。他には、などが盛り込まれた。他のニュータウンと同様、初期入居者の高齢化や都心回帰により人口は減少傾向にある。仙北高速鉄道線と、不動飛ん林泉大津線坂市南区。 若松大にて、ありがとうございます。